南ベトナムドンは1953年から1978年5月の間、南ベトナムで使用された通貨。補助通貨は、州で、1ドンイコール100州であった。一南ベトナムドン紙幣一南ベトナムドン硬貨、第二次大戦後、戦前の宗主国フランスの意を受けて存在していた、ベトナム国において1953年。 カンボジアラオスベトナム国立発行局ベトナム支局がフランス領インドシナピアストルとドンの両貨兵器で紙幣を発行。同時に同カンボジア支局はカンボジアにてピアストルとカンボジアリールの両貨兵器紙幣、ラオス支局はラオスでピアストルとラオスキープの両貨兵器紙幣を発行した。このドン紙幣はベトミン政府が掌握していない地域となったで流通した。 1953に就効課も発行された。1955年のアメリカ合衆国の支援を受けたベトナム共和国が成立。ベトナム共和国国立銀行によって、ベトナム民主共和国の北、ベトナムドンとは別個の通貨、南ベトナムドンの貨幣が発行された。サイゴ落以後、南ベトナムの通貨は1975年9月22日に解放ドンに変更され、 一解放、ドンイコール509ベトナム共和国ドンであった。1978年5月2日に南北ベトナムが統一され、統一ドンが導入されるまで使用された。一新ドンイコール一北ベトナムドンイコール0.8南ベトナム解放ドンの価値であった。1953年20、20、50修効果が発行された。 1960年に一ドン硬貨が発行され、1964年に10ドン硬貨、1966年に5ドン硬貨、1968年に20ドン硬貨が発行された。1975年に50ドン硬貨が製造されたが、南ベトナム政府が消滅したため実際にはベトナムへ出荷されず、流通されなかった。 ほとんどすべて廃棄されたと報告されており現存するものは大変希少である。硬貨は主にご飯のシリーズで分類される。解放丼効貨はベトナム銀行名義で1、2、5州の額面で発行された。すべてアルミニウム化、穴線。1975年に2州硬貨。1976年に1州5州硬貨が発行された。 50南ベトナムドン紙幣南ベトナム500ドン紙幣1953年にカンボジアラオスベトナム国立発行局ベトナム支局は1510100200ドン紙幣を発行した1955年9月22日には財務経済大臣はインドシナ銀行及びカンボジアラオスベトナム国立発行局のカンボジアラオス支局発行分は ベトナム支局発行分に9月30日から11月7日の間に交換すると発表。10月7日にカンボジアラオス支局は発行の紙幣とインドシナ銀行発行紙幣は法的貨幣としての価値を執行。10月15日にベトナム国立銀行から紙幣発行が開始された。その後もベトナム国立銀行が紙幣発行を継続。 1955年に2ドン500ドン紙幣を追加発行し、1956年に20ドン50ドン紙幣を発行した。1964年から1968年の間、50ドン以下の紙幣は高価に置き換えられ、1971年には1000ドン紙幣が発行された。継続的なインフレにより、1975年には5 0 0ドン。 一万ドン紙幣が印刷されたが、南ベトナム政府陥落のため発行されなかった。ベトナム銀行名義で十、二十、五十、1、一、二、五、十、五十ドン紙幣が発行された。印刷された年号は1966年となっていた。ありがとうございます。